今年の世界チャンピオン登場です。エレナ・ベレズナヤ、アントン・シハルリドゼ、ロシアです。ヨーロッパ選手権も優勝、長野では銀メダルに終わりましたが、今シーズンに入ってアメリカ大会でも優勝を飾っています。ご覧の変わったスタート。早くもスピードに乗っています。トリプルトーループ。今のがトリプルツイストですね。はい、前半非常にバランスのいい2人です。ここでもう一度ダブルアクセル、2回転半、そしてダブルトーループ。このあと女性を投げるスロージャンプがありますが、どうでしょう。成功、スローイングトリプルサルコ。演技は後半に入っています。この高いリフト、後半に大きなスロージャンプがもう一つあります。右手わずかにつきました。練習の前にですね、はい、コーチのタマラ・モスクビーナさんとお話をしていたんですが、今シーズンは一度もオリンピック以降休みがなく、かなり疲れているということなので、ただ上手に調整してきてますよね。そうですね、世界選手権アメリカ大会を制しました。フィニッシュに入っていきます。そしてここでデススパイラル、表面スレスレです。
スタートと同じフィニッシュポーズ、思わずガッツポーズが出ましたアントン・シハル・リドゼ。